おはようございます。また寝起きの朝です。今日はついにやっとあれが届いた。ついに来たー、高額出費パート2の動画です。すげえでっか。お昼寝をしまくって12時になっても寝てくれないのでお誕生日になっちゃいました。イエーイ。今日マジルイずっと寝てたよね。そのせいでもう今でも活発に動いてる。イエーイ、1歳だルイくん。1歳。まあ正確にはあと11時間50分後なんだけど。おめでとうルイ。おめでとう。やったね、1歳。かわいい。初1歳の動きです。まあ、こんな感じね、初1歳は。初1歳こういう動きするのね。初1歳泣いてます。あ、だんだん眠くなってきた。まあ、遊ばせて疲れさせて寝る作戦に。だんだん眠くなってきたから、はい、ってことでルイの1歳誕生日、今日はいろいろ予定があって千葉にあるリゾートホテルに行きます。本当は夏行きたかったけど行けなかったので、そう、家族旅行。そう、本当はディズニーランドに行きたかったんだけどちょっと明日寒そうだから違う日に行きます。今日雪降ってたもんね。そう、今日雪降ってる日。そう、だから多分ディズニークソ寒いだろうなと思って、うん、で天気もそんなに良くなさそうだから来週ぐらい。ホテルだと、おめでとうだね。モニターばっか見てる。じゃあ寝ましょう。ということで、はい、もう今日パソコン動画みたいになっちゃってるけど、でもね、あ、そう、あ、やべ、ルイ明るさ上げすぎ。今日ね、パソコンとあとビログ普通に撮りたかったんだけど、でもコストコだから撮りに行けなくて、ちょっとコストコ行って そう、コストコに行ったんだけど、いつも見てくれてる人がね、いて、お店の店員さんで、で、これをいただきました。で、早速フルーツポンチにして食べてるありがとうございます。とても美味しいです。これ多分普通に売ってんだよね。だからちょっとこれいいなと思って3パック3個入っててくれた。美味しい、普通に美味しいね。めっちゃ美味しいよね。ね、美味しい。フルーツポンチとかヨーグルトの上とかそのまま全然食べてもいいと思うけど、めっちゃ美味しい。ありがとうございます。はい、そう、コストコに行ってたから全然取れなかったの。じゃあルイがぐずってるので寝かせてきます。おやすみなさーい。